ちは、北尾美希です。こんにちは、北脇康之です。まだまだ寒い日が続いておりますが、先日、第1回花夏スキーマラソン2005が開催されましたね、はい、第1回ということでもちろん初めての試みだったわけですけれども、花夏市内がもっとより花夏市内からも随分たくさんの方が参加されて、4000数百人という実際の参加者がありまして、はい、まあ、全国からということで、よく言う言い方ですけど、北は北海道から南は沖縄まで、はい、全国から参加されたんですね、で1回目の開催でこれだけ大勢の参加者があるというのは例がないというふうに言われてまして、まあ、その点でも、第1回としてはこう順調なスタートが切れたというふうに思います。大成功だったわけですね、はい、そうですか。今となっては浜松の冬の、イベントとして定着しつつあります、冬のホテルもそうなんですけれども、やはりこのように浜松市民が参加して、市民が作り上げているイベントというのは、一人一人の士気が高まりますし、みんなで浜松を盛り上げていこうという気持ちになりますよね、本当ですね、まあ、マラソンについて言えばこう普段からね、ジョギングしたり、走ったり、あちこちの大会に出たりしてる人たちは大勢いると思うんですね。そういう人たちが自分のふるさとで、自分が主役になってこう走れる、参加できるっていう、本当に嬉しいと思うんですよね、そうですね。個人チャレンジもね、浜松を盛り上げていこうということで、自分のアイデアを街づくりに生かしたいという方、たくさんいらっしゃると思います、はい、個人だけではなく NPO ですとか企業とかも、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、浜松市では市民協働推進条例に基づいてさまざまな取り組みがされていると伺ってますけれども、市民協働っていうのはどういったことですか。今話の出たマラソン、浜松シティマラソンの中にしても大勢のボランティアの方が参加して支えてくださってるんですよね、昨年 の浜名湖花博でもボランティアの活躍がありましたし、市民の皆さんが、こう社会的なこと、まあ、福祉であるとか、まあ、文化的なこと、スポーツとかいろんな分野で大変な活動が盛んになってきてるんです。で、そういう中で今市民協働っていう考え方が非常に重要になってきてるんですね。それはこう社会の課題とかそれに取り組む、それを行政だけでやるっていうんではなくて、市民も直接活動する、で市民の皆さんと行政が一緒になって世の中を良くするために協力し合っていく、これが市民協働っていう考え方なんですね、市民主体の街づくりを進めていこう、そういうことですね、浜松市ではいよいよ11市町村との合併が予定されてますよね。新しい市の新市建設計画の中にも、そうした市民主役の街づくりをやっていくんだということを盛り込んでるんです、で今の浜松市は平成15年の4月からですね、そうした市民協働という考え方を明確にしようということで市民協働推進条例というのを作って施行してるんです、で今度今年の7月1日に、天竜川浜名湖地域の12市町村が合併して新しい浜松市になりますけれども、今は浜松市が持っている市民協働推進条例はそのまま生きていきますので、今度は新しい浜松市の全域にわたって、この市民協働推進条例に基づいて、市民協働という取り組みをさらに発展させていきたいというふうに考えています。その中で何ですか、地域協議会というものも、これはですね、12市町村という非常に大きな合併、ですの でまたそれぞれの市町村が、特色とか個性がある、だから合併してもですね、元の市町村のまとまりとかその良さを大事にしようということで、都市内分権ということを重視してるんですね、でそれを実践するために旧市町村単位で地域自治区っていうのを、置くことにしてるんですよ、で地域自治区には行政機関として、総合事務所を置きますけれども、住民の代表機関として、地域協議会というのを作るんですね、で、地域協議会の皆さんがその、旧市町村の地域をいかにこう発展させていくかということでいろいろ知恵を出し合って、もらうということで、ですからこの地域協議会というのはこの市民協働の、一つの取り組みということで
非常に大きなあの意味を持っているんですね、うん、あの、この地域自治区とか地域協議会っていうのは、昨年の地方自治法の改正で初めて、設けられたものなので、まあ、私たちの取り組みというのは本当に全国でもですね、あの先駆的なまたあのモデルにもなりうる取り組みだというふうに思っています。そこに住んでいる人たち、住んでいるだけではなくて、自分の住む町を自分たちの手でより良くしていこうという、そこをバックアップしてくれている、そういうことですね。そういった意味だったわけですね。わかりました。市民協力ですか。これがこれからの町づくりのキーワードとなっていくわけですね。わかりました。では、これからの浜松市の地域社会について、市長はどういった期待をお寄せですか。はい、あの地域社会を良くしていくときにね、そのやっぱりそこに住んでいる人たちがあのそのままこれをやりたい、こうしたらもっと良くなると思ったら、うん、すぐこう行動に移すっていう、そういうことがあの活発に行われるようなあの地域社会を目指していきたいと思うんですね、うん、で私たちあの行政の方はあの行政でなければできないこと、これ当然あります。もちろんあのまあ、住民の皆さんから、税金をあのいただいてあのそれを使えるという立場にもありますからね、まあ、あのいろんな道路の整備であるとか福祉とかあの行政ならではの部分は私たちしっかりやっていきますけれども、あの市民の皆さんが、これをやりたいと思ったこと、こうすればもっと良くなると思ったことはどんどんやっていただく、その市民の皆さんの活動と行政との間でこ うまく協力関係を作っていく、それでこう地域が良くなっていく、まあ、そういう地域社会を目指していきたいというふうに思います。では最後になりますけれども、浜松市民の皆さんに何かメッセージがありましたら。今まだ少し寒い日もありますけども、まあ、だんだん春が、近づいてきてます、はい、で、まあ、今年は7月1日の新しい市民になりますので、またこの、まあ、新しいこの市にね、いろんなこう、まあ、夢を託すというか、そんなことでこの合併とかその新しい市のあり方についても市民の皆さんもこう一緒にあの考えていただければ大変嬉しく思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。